ぐちゃぐちゃになってる。そうですね。こんなぐちゃぐちゃの非常機見たことない。いや、ないですね。不具合起きまくってパソコン工房で今作り直してもらってます。だから言ったやろって。そうね。アヒルさん、テルシャン小規模。テルシャンの影響で全部揃えてます。責任取ってください。うん。どう責任取ればいい？ありがとうございます。まあ、まだでも責任取るほど集めてねえな。500万円ぐらい使ってからもう一回言ってください。500万円ぐらい使ってますって言うんだったら俺も責任取ってサイン1枚ぐらい送ります。天丸、駄菓子賞でお願いします。毎日動画楽しく見てます。応援します。木とレーザーっていうな。いいねー、うん。おしゃれなんだよな。木目からの白黒ブラックシャーク、バイパー。いいっすね。おしゃれな人はやっぱ植物置いちゃうもんね。そうですね。植物置いてる？机とかに。いや、置いてないです、置いてないです。植物置いてる？いや、置いてないです。置いてないでしょ？置いてないです。おしゃれじゃないからなんよ。なんか、毛玉つってんな。まあ、これは継ぎ込みでしょ。継ぎ込みですね。はい、ありがとうございます。846、高橋賞希望です。こだわってるポイントは、推しの色に合わせて発色を紫と黄色のスターライトにしています。普段は縦置きのモニターの方で推しを眺めてゲームのイライラを抑えています。レーザーのスピーカーが欲しい。おー。あーなー、なんか統一感あっていいわ。うん。ピンク系、今日初めてじゃない？こういうピンク系のライティング。そうですね。あ、そうですね。いいですね。推しは結局誰なんだろうな。全然わかんねえや。見て、キーキャップ瓶詰め。うわー。来た。来た。おしゃれ。瓶買うてくれ。このなんかスチールっぽいこの蓋じゃなくてさ、木の蓋の方の瓶を買ってほしい。これもキーキャップ冷たい。レーザー製品も結構あるね。結構あるね。はい、ありがとうございます。おかったろう。てるちゃん、賞お願いします。レーザーデバイスしか勝たん。水曜どうでしょう、うん、これはライトか。で、リゼロ？リゼロと水曜どうでしょう。組み合わせが。あんま近づけたらあかん。爆発するって、それ。これ、ループデックじゃないこれ。そうですね。はい、ありがとうございます。これなんだ？時計とベアトリクスのこの間にある、これ何？んー、なんだろうこれ。ちょっとこの時計とベアコの間にあるやつ気になってまーす。コメントください。はいはいはい。いいですね。よう、高橋賞で。てるちゃんの動画から2人で、レーザーデバイスにどっぷりハマってしまいました。タルタロス V2 をゲームにも仕事にも愛用しています。ナーガ V2 プロ、このナーガトリンキの丸型配置があれば即買いだった鬼。はい、2人でってことはね、嫁さんとってことかい。そうですね。いやー、羨ましからん。いいなー。いいね、ここの仕切りがあるのがいいよね。いいね。羨ましいな。嫁さんと並んで俺もゲームしたかったわ。これが多分嫁さんのデスクなんかな。そうですね、じゃないですかね。アンドスピナーも持ってる。ありがとうございます。今後とも嫁さんと一緒にレーザーデバイス集めてください。はい、2日目です。行きましょう。はい、はい、続いての方、てるきち、高橋賞希望です。おしゃれじゃないし配線丸めの汚い部屋ですが、ゲームできたらええんや。デバイスレビューやドッキリなどてるちゃんの動画いつも楽しみにします。ありがとうございます。お、レベルインフィニのパソコン使ってくれてますね。そうですね。で、ガンプラが置いてありますね。何ですかこのガンプラ、これ。何ですかねこれ。ちょっと、勉強不足ですね。勉強しろ。すいません。エアリアルですね。今やってるあの、水星の魔女っていう。ああ、はい。新しいガンダムのやつです。で、バシリスクを使ってくれてると。うん、レーザーデバイスもたくさん買ってくれて。このカーテンの上に置くぜ。うん。いる。いるよね。俺も昔置いてた。置く場所なくなってくると、カーテンの上に置いてっちゃうのよ。農家さんは昔このカーテンの上とかにも、なんかこのカートンを置いてね、タバコ。そうですね。そうですね。吸ったタバコの殻を全部置いてたもんね。はい、船作るんだとか言って。タバコの殻で船を作るんだとか言って。行かれてんな。陽介、農家の息子小規模。実は自分もリアル農家の息子です。おお。電気消せばなんとかなるって感じで撮りました。ちゃんと PC ケースもレーザーですよ。はい、おしゃれおしゃれ。綺麗ですね。うん。あれ、これケースは俺が昔使ってたケースと一緒ですね。うん、これ中に入ってるフィギュアなんですかこれ。ガンゲールオンラインの。正解ですよね。正解です。おお。GGO のこれ。おお。あの、ソードアートオンラインの外伝です。はいはいはい。はい、持ってる銃なんですかこれ。ちょっとわかんない。MP5 だろこれ。わかんないよ。あ、MP5 じゃなかった。P90 だった。P ちゃんですね。P ちゃんです。で、エヴァがいる。おいいですね。うんうん、あ、でもデスクの上にパソコン置いちゃうぜなんだ。そうですね。俺結構ファンの音気になるから嫌なんだよ。あー、なるほどですね。方向性置いてない車の。なんでここに。あ、本当だ。車の方向性だろ、絶対。ヤンキーめっちゃ置くもんね。あの、ヤンキー置きますね。そう。ケンさんの車とかひどかったもん。そんなことないよ。確かに。
はい、というわけでありがとうございます。佐藤さん、テルシャン初希望で使えないですが、ここにないものを含めれば今までレーザー製品を8個買うほどレーザー信者です。最近コレクション目当てでベースステーション V2 を買いました。バシリスクとブラックシャークとパンツマンかな、ブラックイードかな、また奥にガンダムありますね。はい。これは何ですか、これわかんないです。これはクスイですね、これクスイガンダムですね、これそうなんですね。はい、フェイトも、これなんだっけ、これ思い出せない、東坂だ。ああ思い出せない。あ、奥になんかこれなんだ、銃もあるけど、あ、わかんねえな、これだけじゃ。はい、ありがとうございます。すずさん、農家の息子賞がいいです。最近になってようやく部屋が完成しました。おー、うちのユニフォームじゃん。うんうん、おー、ありがとうございます。なんかすごい几帳面そう。うん、そうだね、そうですね。暗くしても結構雰囲気あって、うんうん、この黄色いコントローラーなんだこれ、スイッチのピカチュウのコントローラーかな、これだと思いますね、これ。多分俺持ってるわ、これそこにあります。そうですね、そこにあるよ。一緒じゃない、一緒だと思う。多分似 似てるんで。え、ちょっと取って、あ、いいですよ。同じ、同じだよね。これだよね。多分同じだと思いますね。絶対任天堂からライセンス取ってないコントローラー。多分任天堂からライセンス取ってないピカチュウっぽいコントローラー。かっこいいですね、ありがとうございます。はい、続いて空豆さん、農家の息子賞希望です。重度のデバイス沼にはまってしまい、財布の中が小銭の高校生のデスクです。いつもこの部屋でゲームや作業します。作業するときにスピーカーがなく困っていたので応募させていただきましたということで、はい、高校生にしてはすごいんじゃないこれ。すごいですね、すごいですね。高校生の時俺もこんなん欲しかったわ。そうだね。あ、おっしゃる、写真の撮り方読めよわ、ちゃんと。イヤホンがレーザーじゃないな。あらら、あらら、減点されたわ今。いやでもとてもおしゃれ、高校生のデスクとは本当思えない。いや、思えない思えない。すごい綺麗ですね、すごい綺麗、シックでモダンな感じがして。富士さん、テルシャン初希望です。前回からデスク構成変えたので投稿します。4枚目は持ってるレーザーコレクション全部一緒に並べたことがあったので撮ってみました。これからも応援しておりますよ。ステイホーム&ゲームオン。レーザーの壁紙でパソコンも全部、めっちゃレーザー。おあ、時計もあるわ、ほら、ここに。あ、ほんとだ。お、すごい。はい、マスクもある。マスクもある。いいね。あー、いいね。おしゃれだな。いやー、おしゃれっすわ。とても良い。あ、これ、あれだ、これ。レーザーのガム。あ、そうなんですね。リスポン。おー、それ持ってんだ。ウロボロスのケース入りのやつ。ガチか。すごいっすね。ね、すごいね。奥にもウロボロスあんのに、俺以外でこれ持ってる人見たことない。結構するんですよ、これ。10万するんですよ。あ、そうなんですね、はい、しかもこれ完品じゃね、全部揃ってない？ USB も揃ってるし、すごいな。困ったら売っ払ったら金になりますよ。613、テルシャン小規模です。ハンツマン使ったことがないので欲しいです、お願いしますということで、うん、いいね、白いデスクってやっぱかっこいいよね。いや、かっこいいっすね、うん、しっかりレーザーのケースだもんなこれな。で、バシリスク使ってて、あれ、ノモは持ってんだ、うん、あ、ノモ持ってるからテルシャン小規模なのね。なるほどなるほど。これ何、これ棚、棚ですかね、左右に置いてるの。すごいっすね。ね、なんかね、なんか立体的に見えてコックピットみたいなね。これ、これ何、これダイヤル型なんか無線の中、何スイッチとか、これ何左に置いてんのこれ。これ気になりますね。あ、パソコンだけ映したやつもかっこいいなこれ。かっこいい。はい、ありがとうございます。オケヤさん、高橋初希望です。仕事部屋兼ゲーム部屋です。 LG デスクは広々使えて快適です。なんだこれ、なんか出っ張ってるけど、こういうデスクなのか、上に乗っかってるけど。あ、本当だ、出っ張ってますね。ね、すごい、なんだろうこれ。 LG デスクね、俺も昔 LG デスク使ってたけど、机広ければ広いほど机の上に物置いちゃうよね。なるほどっすね。まあまあ、こっちからも取れる、こっちからも取れるみたいな。どんどんごちゃごちゃになっちゃうから。延期使ってくれてますね、椅子は、うんうん、はい、これレベルヒッティじゃないこのパソコン。あ、レベルヒッティだ。おー、ありがとうございます。これ何、ゲームボーイの分解したやつを標本みたいにしてるってことですかね。すごいですねこれ。何これ、可愛いんだけど。初めて見ました、ね、すごいおしゃれこれ。欲しい、これ分解してるってことだよねこれ。いや、そういうことですよね、これすごい、これ初めて見ました。これ何かちょ詳細知りたいね。いや、そうですね。自分で作った、売ってんのかな。売ってるんじゃないです、売ってんのかね。あ、上からこう取ってくれてる。あ、そうですね。俺この部屋結構好きだな、うんうん、いいな。はい、ありがとうございます。続いてタッキーを前回に引き続き、そうですね、はい、またまた過去写真に失礼します。前回から変わり映えしない眼楽デスクです。部屋が狭いんですが、何テルシャンショッキーも、すごい、やっぱすごい。かっこいいな。これはすごいっすわ。綾波と巻波とアスカが。あ、
いいっすね。うん、ちゃんとマンバ、いやいいな、かっこいいな。なんか俺にも一個作ってくれ。このレーザー仕様の素敵なデスクです。すごいですね、はい、STM さんでいいのかな。テルシャン小規模です。デスクにギガンタス V2 敷き詰めてます。家用にとどまらず会社で使用している PC にもレーザーデバイス使っています。テルシャンのレビュー動画みたいなのに困ってます。ありがとうございます。おー、ビーマニー勢だ。久しぶりに見ましたね。ちゃんとしかもビーマニーのいいやつ使ってる。いいやつですね、これ。ヤニカスですね。ヤニカスですね。はい、ヤニとビーマニー相性いいからな。一曲ごとにするからな。いっぱい買ってくれてる。ありがとうございます。X 黒神さん、農家賞でお願いします。スピーカーまた増やしたいと思っています。テレシャの動画見ているのレーザー製品買ってます。ありがとうございます。デスクの上ごちゃごちゃしてんな。そうですね。やっぱりバシリスク愛用してくれてる。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとごちゃごちゃしてんな。でも真ん中のモニターこれギガクリスタですよ、これ。おー、ほんとだ。はい。ありがとうございます。続いての方、緑風太、農家の息子賞で対戦よろしくお願いいたします。フリーター時代にテレシャンさんの動画に出会い、心を救われました。俺で心を救われている。再就職してから狂ったようにレザーデバイスを収集しています。はい、ありがとうございます。フェイスストーカーのこのロープロファイルキーボードでレベル2のパソコンと、はいはいはい、ブラックガム、ブラックガム。エアダッサー、エアダッサーミニ、ミニですか。リバイスミニ、リバイスミニです。はいはい、というわけで、ありがとうございます。ピロッタ、テルシャン初希望、中二リビングゲーマーです。半つまみにアナログですよ。アナルじゃないんですよ。欲しかったのにお願いします。きったねー。まあまあ、リビングなんで。ほうこりー、ほうこりどうにかしてくれー。アスカ、アスカですね、うん、でギガクリスタで、あ、ゴジラのポスター。ゴジラ好きなのかな。しかも結構古いやつですね。ね、いいですね。はい、ほこりどうにかしてください。処理さん、テルシャン初希望です。デバイスアマンス、レーザーバシリスク V3、 クラーケン、ブラックウィドウ V3、 レーザー製品が好きになりました。はい、ありがとうございます、うん、いいっすね。ブラックウィドウのイエロースイッチですね、これは。なんでここ外してんだろう、キー。そうですよね。ここなら外してんの。何軸か俺が分かるように外してくれた。つやこん、テルシャン初希望、まだまだ取れていきたい過渡期なスペースですが、鹿の角がポイントです。どういうこと。どこに鹿の角ある。2枚目かな。おお。また立派な。どういうことなん。また立派なものがあるっすね。どういうこと。結構雪国なんですね。道民かね。この量道民っぽくない。道民っぽいっすね、鹿、うん、の角的にも。なんなん、この自分で取った角なのかな。あ、いいっすね。マーベルシリーズが好きなんですね、多分ね、うん、ありがとうございます。お肉、高橋賞でお願いします。ユニフォーム、ありがとうございます。オロチ V2 の白だね、これね。オロチの白持ってる人あんま見ないの、そういえば。俺もオロチの白欲しいな。これはちょっとモザイクでしたわ。ついで、モロコシさん。テルシャン、覚えていますか、冷蔵庫裏の住人。あ、おお。前回最後の方で紹介した冷蔵庫の裏の。そうですね。なんか賞もらった。いや、はもらってないけど。もらってないです、はい。冷蔵庫の裏、あ、写真貼ってくれてる、これ。あ、これこれこれ。これこれ。これ、これ、後ろにあるのこれ冷蔵庫なの、これ。あ、そう。どういうことなのって言ってたんだけど、うんうん、で、進化したの。新居に引っ越し、念願のゲーム部屋を獲得しました。おめでとうございます。かっこよくなってる。すげえ。冷蔵庫の裏でゲームしてた人とは思えんぐらいかっこよくなってる。ああ、いいっすね。バイレーザーデバイスあって、あ、キングダムハーツだ。あ、ほんとだ。ガンプラとキングダムハーツと、俺と趣味めっちゃ合うな、きっと。これがこう。すごー。はい、ありがとうございます。続いて、サーモントラウト、農家初希望。仕事が辛い時は休職してからもテルさんの動画を見て明日も頑張ろうと奮起させていただいたり、たくさん笑わせていただきました。いろいろ大変、ありがとうございます。あら、ポケモンかわいいわ。あー、かわいいね。ポケモンが好きなのかね。ソードアートオンラインだ。そうですね。これ IO データの105じゃない。あ、そうですね。うん、あ、違う、これなんか隠してくれてるのかな、このソードアートオンラインのやつ。この後ろのマウスパッド、これ。これマウスパッドかと思ったら隠してくれてるんだ、これ。あー、なるほどっすね。他社製品配慮してるんですね。配慮丸です。 PAC さん、道民なので同じドサンゴンテルシャンを応援しています、ということで。はい、ありがとうございます。去年一式揃えて5月にゲームのフレンドに聞きながら PC 初めて組みました、と思って。
しましょう。クラーケン、クラーケンを使ってくれてるのかな、これは。うん、クラーケン V3 っぽいね。バーシリスクを使ってくれて。いいっすね。この暖色がやっぱ落ち着くよね、いいよね。そうですね。うん、ありがとうございます。オラクルさん、農家の息子賞で応募します。テンション動画見て最近揃いました。ギガクリスタを使ってくれていて、デバイスもしっかりレーザーと。ありがとうございます。ブラックシャークとバーシリスクのこの組み合わせっすよ。ああ、いいっすね。はい。あ、で、エアダスター。ああ、エアダスター使ってますね。使ってくれてる。ああ、こうユニバーサルグリップテープいっぱい貼ってくれてる。はいはいはい。あ、いいっすね。うんうん。ありがとうございます。続いて、ケイスケさん、農家の息子賞でお願いします。デスク上はできるだけ白以外の色を使わないようにしてるのがこだわりですと思う。白、黒。おそうですね。一番いい。すごいっすね。ここまで白黒っていうのも。いいよね。バイパーを使ってくれてる。デスストーカーだ。ありがとうございます。あら、なんだ何後ろの生活感が。生活感映っちゃってる。後ろの生活感が映っちゃってる。朝バナナ。バイカーなのかな。バイカーなんでしょうね。バイカーお願いみたいな。こんなことしてもやらんからな。評価対象ならんからな。アトムゲーマーか。テルシャンショーンよろしくお願いします。デスク天板の境目でエイムが引っかかります。良い解決策ありませんかとのことですが、どういうことだ。これ2枚ってことなのかなこれ。あ、奥と手前で。あ、デスクが繋げてるってことなんですかね。すごいところにモニター置いてんな。すげえな。あー、あー、やっぱり。うん、つけてるんですね。ここでエイムが引っかかっちゃうと。でかいデスク買え。まあ、そうですね。こんな広くなくていいんじゃん。いいんじゃないだって。中途半端なサイズで使いづらいですからね、短くて。あー、超新しいデスク買ってください。はい、いや、そうですね。はい。モニターギガクリスタ使ってくれてますね。はい。はい、ありがとうございます。続いて、承認欲求高め、サイレントオタク、何雪春。雪春か。雪春じゃない。高橋賞でお願いします。若干別メーカー入ってますが、よろしくお願いします。そのことで。すごい。オタク部屋って感じがする。そうですね。これありますね。PS のアイコンライトと、はい、これなんかバイクみたいな。これ何これ。これ SR っぽい。 ね、 SR っぽいよねこれね、はい、バイクも好きなのかな。好きなんですかね。でも飾ってるってことは好きなんじゃないですかね。うん、ありがとうございます、はい、続いての方、ゆへにき2回目の応募になります。農家さんの賞でお願いします、うん、とのことで。おお、これなんだっけ。ちいかわ。あ、ちいかわ。ちいかわ俺全然知らんのよね。あ、知らないですか。アニメとかがあるの。アニメあります。おもろいの。結構子供と一緒に見てます。へー、はい、自分はもう全くです。子供いないんで。2枚目。でも何これ。あ、のマウスパッドかな。はいはいはい。かっこいいな。かっこいいですね。あ、レプデック買ってくれてる。これはセイレンっぽいな。セイレンとバイパーと、いいっすね、うん、アイアンマン、スパイダーマン、あざっす。ユーオイル漏れ、テルシャン賞でお願いいたします。テルシャンの動画に出会い、どんどんレーザーデバイスが増えていってます。バシリスク3つも増えてます、うん、PC は足元派ですよ。少年でございます。あら、秘密基地感あるな。うん、かっこいいな。ね、バッシリスクめっちゃあるな、本当に、うんうん、手前からこれ V3 と V2 アルティメットとただの V2 かな。ありがとうございます。よく見たらクラーケンもあるわ。あ、本当だ、本当だ。なんかすごいいっぱいいろいろフィギュアあんな。うん、そうですね。気になるわ。好きなんですかね。うん、ありがとうございます。うん、米テルシャン初期棒です。初参加です。キーボード使えてるところですが、お金がないな、感じがないな。はい、見てみましょう。あら、おぉ、狭い。狭いね。狭い。きつそう。まあでもなんか落ち着く空間そうだね。すごいなんか、古いキーボード置いてあるな。本当だ。うん、今時見んようなキーボードが置いてある。養生テープでロゴ隠してくれてない？キーボードもそうだし。本当だ。このなんかこのコントローラーのこれとか。あ、本当だ。配慮もあるやな。素晴らしいです。Wii U と Wii リモコンを久々に見た。ギリギリのプー太郎、レッド最高王、農家の息子賞お願いします。前回よりマシになったかと。お、前回も投稿してくれてるんですね、うん、バシリスクがあって、うんうん、セイレーンとかもあって、ブラックシャークとで、レーザーのオーディオミキサー、うん、はい、これあの長尾製作所のケースのやつ、引き出しのやつ使ってる。あ、いいっすね。いいっすね、うん、男の部屋って感じ、うん、はい、ありがとうございます。はい、続いてゲンちゃん、農家の息子賞でお願いします。キーボード買うときにめっちゃ参考にさせてもらいました。次はマウスパッドあたりをレーザーにしたいなと思っています。マウスはレーザーではないためマウスパッドを被してあります。あ、なるほどね。はい、あ、ほんとだ。あの、マウスパッド隠してるけど、そのマウスパッドが他社製品。おもろい。
あでもほとんどレーザーで揃えてくれてるね、ハンツマンと、うんうん、はい、クラーケンとセイレン、ありがとうございます。なんて読むんだこれ、クモにスズメ、ヒバリ、ヒバリっていうんですかね、わかんないけど、クモスズメさん、クモスズメさん、レーザーショーさんが紹介します。レーザーにここまでゲームするのがいっちゃんです。あ、これなんだっけ、メドゥンなんて、メソポタミアじゃないなんだっけ、忘れちゃったわケースがレーザーで、電気で、クラーケンかな、クラーケンで、はい、はいはい、いっぱいレーザー製品使ってくれてありがとうございます。スイッチの可愛いな、ピカチュウのこれ、ピカチュウ、本当だ、あ、ピカチュウとイーブイのやつだこれ、スイッチ、へぇ、あるんですね、うん、あったはず、ピカチュウとイーブイのやつ、いいな、可愛い、いいね、こんなんなんだ、ギガクリスタですね、ちゃんとリモコンが、うん、はい、で、バシリスクと、ありがとうございます。続いて、アキノノノ、テルシャンショーでお願いします。ノモクロマ持ってるし、あ、なるほど、レインボーでビカビカより暖色で落ち着いた色合いの方が好きな酒屋にカスです。じゃあ酒屋にカスさん見ていきますね。はい、もうすごい、すごいですね、すごい、何その音ちょっと鼻がゆずくてそれちょっと急に俺が喋ってる時に急にポコ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 ってなるそうやめてね大丈夫、ちゃんと音入ったかな今の、聞かせてえな急にピコ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 あーこれやっぱこのこれ持ってんだな、これ、ね、なんかこのなのなのなんちゃらかわいいな、なんか結構モニター横にしてるぜ、多いね、横とか縦か、うん、多いです ね、あーこれあのキンチと農家とオックスラビットのこともフォローしてあげてください。フォローされてない。フォックスラビット、キンチ、農家がフォローされてないです。限定対象です。はい、スパイファミリーとかガンダムとか、うん、すごいなんかいいな、これ。こういう部屋いいよな。いいな、あ、いいね。いいね。いいですね。うんうん、これはもう。相当なヤニカスですね使い込んでますね、相当ミンもこういう灰皿最近、いや、そうです久しぶりに見たっす、これカンカンのこの灰皿はい、ありがとうございます。トモヤの狭すぎる部屋、テルシャン小規模です。小学3年生の頃に初めてレーザーヘッドホン買ってからずっとレーザーが大好きです。デバイスを買うときは毎回テルシャンさんの鏡が分かりますね、ありがとうございます。お、何このデスクトップの壁紙、すごいすごいすごいあ、なんかモニターにこれローソンのなんかシール、よくわかんないシール貼ってなんか隠してくれてるの、ありがとうございます、うん、はい、40です。うん、4枚目何この4枚目のこのアップのこの写真見せられても俺ら何も言えないうーん、しか言わなかった、うん、はい、ありがとうございます、うん、アンズ、テレシャン小規模です。ところどころレーザー商品重宝しています。あら、いいね、うん、いいの、綺麗、うん、これ上のやつなんだ、この光ってんの、これグラフとかあれ出てるアイコンライトっぽくないな、あれ左側のあのネッシーの横に光ってるあれ何、これなんだ、なんだこのマーク、コールオブデューティブラックオプス4のロゴ、トランスフォーマーっぽくも見えるな、あ、見えます、そうです、え、このちっちゃいこのレーザーのロゴ何これ、レインボーに光ってますよ、かわいい、これ欲しい、ください、これ懐かしいな、これ車とかで待ってるよ、このブラックホールやりましたね、はい、自分で作れるんだよね、これ、そうですね、流行りましたね、こういうの流行った、これはライトで照らしてるな、俺が持ってるやつ一緒じゃん、これ、そうです、スポットライトのロゴ出るやつ、いい、うん、好きです今西田、高橋小規模、去年結婚して嫁さんと念願の原名を作りました、まだ改造中ですが部屋に時計がないので欲しいです読み方、あ、これ何このペン、なんだこのライト、はい、これ欲しいんだよな、これ何、これすごい、昔バズったの、数年前、5、6年前にバズったやつ、あ、そうなんだ、そう、なんかカチャンって開くんだよね、すごっ、あ、いいっすね、はい、パソコンがですね、うん、セフィロス、エヴァ、何これ、女の腕映ってね、これ女性の、これちょっと嫁さんの腕かなんだやばいこの二人やばいから見せつけられてんな、いや、そうですね、つらはい、ありがとうございます雪風、えい、テルシャン、それでお願いします。お気に入りデバイスはレーザーバシスク V3 プロとテイさんとかして、はじめさんのクラファンのループでクライブ S です。あざっす。ちゃんとレーザー。ヘビーリスナーだもんな。雪風な。うちの。いいですね。いいですね。はい。丸でーす。
ありがとうございます。チオル農家でも少し小規模です。ごちゃついて部屋が好きなので散らかってます。レザーさんチルトホイール&トマタンの平気機器も使えるマウス待ってますので。お、なにこれ、ハンコン。おー、かっこいいな、このハンドル。かっこいいっすね。これ本当のハンドル使ってんじゃないですか。かもね、はい、これかっこいい、これいいな。ワンちゃんコーギー、コーギーですかね。ニンニク乗ってません、頭に。これじゃん、氷能じゃないの。え、ニンニクじゃないのこれ。氷能、氷能じゃないの。なんだ、あ、デビューのパソコン使ってくれてありがとうございます。もう配線すごい。えぐい。なあ、いいね。ごちゃごちゃしているけど、全然なんかちゃんといいごちゃごちゃの仕方してるね。うん、お、なんだこれ。お、フリー素材だけど、なんだ。自分の写真も作って。あ、本当だ、はい、やってくれてますね。失踪。池さんのアイコンがここにあったのかね。失踪ボタン押すと池さんのツイッターに飛ぶかもしれない。おもろいなこれ。F2 期いらっしゃい。高橋でお願いします。前回の動画で前の家の違うのにゃ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 。あー、でもちょっとこういう空間好きかもしれないです。わかる。エアコン近すぎるけどね。いや、そうですね。エアコンピーってやったらここにボーッと喉いかれるっすよ。あー、でも好きだな。あー、いいっすね。あー、いい。あー、ギターって、まあ、ただいかんせん画像暗いな。画像がいかんせん暗い、見えん。はい、ありがとうございます。続いて、マーさん、農家の息子賞金もです。カップルゲーマーの部屋。ほほん。デバイス全てで撮影です。すーごい。並んで、やっぱゲームすんだね。これ言ってんの、これ。このコルクとか木っぽい、この、キーキャップ詰めるやつ。かわいい。これも、あの、限定のやつですね。うん、このマフラー、タオル。はぁ、ここで並んでゲームしてんだ。そうですね。カップルで、仲良く。やっちゃってんだ。やっちゃってんだ。言い方さ。言い方がさ。あ、でもいいな。いいね、いい、いいですね。白黒で揃えてるんですね。あ、そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、羨ましいな。ゲーミングマックちゃん、デバイスオタクの実用性重視ディスク、上からセイレンミントキヨプロを釣って配信の可能性が撮ってます。あ、てるちゃん、ショーお願いします。これすごい。塩コショウ置いてあるわ。塩コショウ、なんでここに。本当だ。なんか食べてる時、味足りねえなの塩コショウ。 あ、なんか後ろにいらんもん作るぞ。ちょっとモザイクだぞこれ。はい。いいね、白いデバイス買ってくれてるんだね、うん、いっぱいね。これハイパーポーリングレートじゃね、これレーザーの。ありがとうございます。ラプラスなのかポリラップなのかわからんが。農家の息子賞へ応募です。おやさい。3.5 畳の実質です。3.5 畳。おぉ、なるほど。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、3.5 畳。ああ、まあでも、全然いい、うん。狭く見えんし、すごいちゃんとレーザーで揃ってて。テンキー別で刺してる。テンキーレスキーボード使ってるから、テンキーを別で刺してる。じゃあ、フルサイズキーボード買えばいいの。これなんだこれ、このちっちゃいモニター使ってこれ。なんすかね。はい、とてもいいお部屋です。 3.5 畳とは思えない。うん、そうですね。ありがとうございます。ハイブレッド、何これ、なんて読むの。ハイブレッドさんでいいや。はい、そうですね。学生極限環境、テレシャン賞お願いしますということで。うん、ブラックシャークのグリーン使ってますね、うん、はい、うん、ノートパソコン、ノートパソコンですね。そうですね。コンピューターノートパソコンでゲームしてんの。限界っすね。限界ですね。僕らもコメントが限界っす、これ。マッチさん、高橋翔希望、最近レーザーで自作美食のそれらの機械を応募してみなちゃんレーザーが伝われば嬉しいです、ということで。うん。うん、おー、いい。バウヒュッテかな、これは。うん、バウヒュッテで揃えてるね、デスクは。結構やっぱりあれだね、ループデック買ってくれてる人多いね。そうですね。うん、ありがてえ。あら、おーおー、 CG 勢なんだな。うんうん、上の方にちゃんとピカチュウのレーザーコラボデバイスいっぱいある。あ、ほんとだ。うん、かっこいい。はい、ありがとうございます。奇数、カッコ、スティッチ、テレシャン初期ボードのことで、まずはパソコンから見せていくタイプだね。1枚目パソコン、はい、2枚目ガンダム。2枚目ガンダム。はい、いいっすね。3枚目ブラックシャークと、あ、一本じゃないし、でそうだ、でそうだな、出してこう、え、違う、ん、わかんねえや。これはもう絶対わざわざガンダム引っ張り出してきたでしょ。そうですね。ニトリのマットレスカバー調べて。
青空リン新人 VTuber、うん、2の農家の息子ちゃんお願いします。マウスキーボードはレーザーに統一します。モニターはすべてアイオデータさんにします。おお、ありがとうございます。おお、いいですね、うん、もうちゃんと全部疑惑したこれ。ありがとうございます。左何これ、壁何ですか、ね、何これ左、これ断熱材むき出しになってないこれ、どういうことこれ。防音のあれでつけてるってことですかね。なんかそんな感じのものっぽく見えますね。ねえ、はい、これしかないのか。もうちょい見たいなこの部屋もうちょっと見たかった。来世は橋本環奈電車ショーでお願いします。散らかってるのがありのままで、うちのユニフォームある。おお、はい、ギターと、うん、なんかマザーボードむき出しになってる音楽好きな人なんですかね、うん、ちゃんとギターやる人ですね。ね、ギターとね、ついてるとかし、うん、ぽいね。最近始めたとかじゃなさそうだね、うんうん、そうですね。ボザロの影響でめっちゃギター売れてるらしいよ、うん、あ、そうなんだ。やっぱいや、過去一売れてるらしい。軽音とか比じゃないぐらい売れてるってマジですか。続いて、ゼリーかな、ゼリーさん農家の息子ちゃんでお願いします。レーザーの白デバイスがお気に入りそうで、あら、真っ白。おー、いいいいっすね。あ、これ、なんだっけ、コイロレットコードだっけ、これ。なんか、そんなような名前でした。うん、はいはい、あ、いいっすね。はい、ありがとうございます。ショウさん、歌合唱希望です。ハンマーヘッドブーツをこれ、かれこれ4年前よ。あら、お、4年も使用してるのに男性も何もないのに、レーザー製品すごいぞ、うん、ありがとうございます。 PS、 このシールの使い道を動画にしてくださいということで、あ、うちのユニフォーム。おー、これしかも1個2個前のユニフォーム、結構古いユニフォームじゃない。そうですね。ね、ありがとうございます。これ何これ、ここに言ってんの、これ気持ち悪い、これ何この気持ち悪い、これプチプチ、なんかプチプチ、これ何これ。アームカバーっぽくないですね。アームカバーか、分かんないけど何あ、スイッチ、やっぱピカチュウのやつ。あ、そうだね、ピカチュウとイーブのやつ。あー、シールってそれか。これの使い道はですね、わからないっす。これ、ね、好きなところに貼ったらいいと思うけどな。俺は娘に好きなところに貼っていいよって言って渡してる。あ、そうなんだ。だからうちの娘がゴミ箱にいっぱいシール貼ってくれって言ってたじゃん。あー、黒ランですかね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。で、お、コット勢だ。おいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ブラックシャーク、うん、音聞こえるからね。お、これポップインアラジン使ってるね。そうですね、使ってますね。いいですね。ポップインアラジン初めて見たんじゃない、今回のあれで、うん、右側のこれなんか勉強机みたいになるの。はい、ありがとうございます。荒野高橋希望、散らかってますが仕事兼ゲーム部屋ですので。あ、いいね、この囲むのいいんだよね、これ自分をね。うんうん、わ、うん、かるよ。くまモンとヤニ、いやにゃですね。そしてレーザーデバイス。カブト。おお。勇気。ありがとうございます。ふすき、テレシャンショー希望です。動画見てマシス買いました。配線整理頑張ってます。ああ。すごい整理整頓されてる。うん、シンプル。あ、またあるこれ。なんなんだ。これやっぱりコントローラーじゃない？あ、編集とか。ああ。使える。なんか気になるなこれ。これ何かちょっと知りたいなマジで、うんうん。めっちゃ気になってる。スイッチなんかめっちゃね。いや、思いましたね。スイッチ随分あるなと思って。お、配線めっちゃ綺麗。綺麗だね。一本も垂れてない。すごい。俺ん家来て配線してくれ。お願いします。めちゃくちゃだから。ファイターさんかな、農家の息子ちゃんで。うん？生活感が。すごい。なんか片付けるとか何もせず今すぐ撮ったでしょ。すごいね。はいはい。五等分の花嫁が好きなんだね。うんうん。うん、キヨを使ってくれてたりとか。バイパー。ああ、いいっすね、うん。めっちゃ気になったんですけど。うん、このコーラなんですかね。イオコーラ。初めて見る。確かに。これ何これ。このコーラ何？このコーラ何？と思って。俺飲みたいんだけど。クラフトコーラだって。これが本物のクラフトコーラ。なんかいっぱい出てくるね、イオコーラで検索したら。いやでもこの缶のやつ出てこない。コメントくださーい。お願いします。続いて、直屋幸村 2PC 環境ディスケース。はい、ありがとうございます。見ていきます。またこと読みある。ああ、本当だ。はい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 。あ、レーザーの右上のこれ、はい、はい、使ってくれてますね。で、バイパー使ってくれてて。まあ、しょうがない。おー、パソコンの中にめっちゃフィギュア入れちゃってる。うまっ。いつも動画見てます。現役高校生のデスク環境です。農家の息子ショーということで。はい。キンブルー、バーシリスク、ハンマーヘッド。もうちょい引きの写真欲しかったな。そうですね。見えてないところすごい気になっちゃうから。ありがとうございます。続いて、グレートかな、グリーンか。高橋さんお願いします。画質明るさが悪く申し訳ないです。デスアーダー V2 と、オルナッタ V2 と、アンズ、ニャ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 。デスクがテレシャンの味であることをアピールさせていただきます。あ、バーヒュッテってことかな。モニター、なんだこれ。
してんだこれモニター。あ、普通に、うん、アームか。あ、うん、なんか後ろのラックでしっかり整理整頓されてね、いいね、このラックね。はい、俺も、え、これどうやってんの、どうやってこのラックつけてんの。なんか使い勝手すごい良さそうですね。ね、俺もこのラックつけたいんだけど。ありがとうございます。続いて、ドゥルージー。壁紙が青なのでデバイスも青色に光れつています。ポップインアラジンで動画見てアップしました。なるほど。左利きなのでバイパー重宝しています。ということでピアノ弾くのかな。おお、ピアノも、あ、音楽やるし、ギターもあるし。お、左利きだ。あ、そうだ、マウス左に置いてあるわ。ほんとだ、ハエハンツマンと。なるほどね。あ、これデサダーの左利きのやつじゃん、昔の。うん、あ、もう今手に入んねえんじゃんこれ。あ、そうなんですね。うん、ありがとうございます。アサシンタタニャン、はい、アイグハンドスピン。テレシャンショー希望と思って。あら、オットゼイだな、これは。ウルバリンもあって、うん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 。バシリスク。やっぱバシリスクなんだよな。うん、延期っすか。あ、一斉延期ですね、これね。延期ですか。うん。奥にもセイレーンとかあって。あー、いいね。この並び方いいよね、モニターのね、この3枚のね。はい。うん、で、ループデックプラスあるということで、うん、ループデック売れてんな。売れてますねー。スポンサーどうすか。僕めちゃめちゃループデック売ってます。続いてマサ、テレシャンショー希望ということで見ていきましょう。和室だな。そうですね、うん、和室界隈。レベルエンヒティのパソコンと、うん、はい、ギガンタスとか。おー、いいっすね。はいはいはい。この青いセイレンって PS 用のセイレンだっけ、これ。なんだっけ、忘れちゃった。ワーシリスクとバイパーと、はい、ありがとうございます。ミスタードーナツおじさん、テレシャン初期望、テレシャン動画見てからレーザー鍵替えになりました。お願いします。あ、また続いて和室界隈ですよ。おしゃれだなパソコンこれ。すごい、必要最低限しか置かない。いや、ほんとそうですね、うん、ちょっとチラーって見えるね。なんかチラーってそんなことなかったわ。続いてラーム。おお、すごいすごいすごい、すごい、すごいクレイジーラクーン。クレイジーラクーン賞が欲しいか。写真の画質悪いな。悪いですね。ちょっと なんでこの画質悪いの。ワンピース系のフィギュアとかなんかいっぱいありそう。そうですね、そうですね、なんかこの画像は送り先はクレイジーラクーンまでお願いします。はい。続いて、リョーマテレシャンショーってことで、何この壁紙、つんぎょうそれ、おしゃれ、高そうね。高そうってことある。アコギ、バイオリンか、どっちですかね、わかんねえや、ここから見ても。ん、これ、なんだこれ、すごいですね、机の形とかも。この机の形、なんだこれ、すごいな。これ、バフィってやつか。あー、なんか、まあ書いてますね。ね、すごい、なんか、壁紙が特殊。いや、そうですね、そっちで目いっちゃって。ね。え、ちょっと待って、これやばくない、これ、どういうこと。わ、すげえ、なんでこんなことしてんの。今回、今んとこ一番キテレツ写真かもしれない。そうですね。右側のモニターの画像気になるな。テレシャンの家まで車で約5分のところに住んでいます。キーキャップなさすぎるだろ、本当に。いや、思いました今。3分の1キーキャップなくなってる。多分これで全員紹介しておりました。もう僕は疲れました。